天元術は中国で生まれた大数問題の解放である。天元という言葉の書出は金の昭和真似のますます古銃である。天元術は総末の13世紀に発展した。重要な教科書は主要結の山岳啓蒙である。朝鮮で清掃によって復刻され、これが1600年以前に日本に伝来した。これに、長瀬道具も 久田玄ゲらが訓典を施して1658年に新編山学啓蒙として出版され、これを通して天元術は和算の発展のもととなった。天元術は大数学の問題の解放であり、三義、ソロ版等を使う。問題の答えとして求める数を仮に例 X の形で設け、これを天元の1という。天元術は天元の一を立て、 何々とすという言い回しから始まり、これが、西洋数学でいう、何々を X と置くにあたる。それから論を進めて、ソロ版上に一元大数方程式を求め、その根を導いて、答えを得る。天元術は一元大数方程式のみを扱うが、多元連立方程式を扱う二元術、三元術、四元術も、生まれた。ただしこれらはほとんど広まらず、 四原術の書である主予結の四つ元玉館は19世紀に再発見された。この中で二原術、三原術の書についても言及しているが、これらは現存しない。沢口和幸は佐藤正雄記の三方根源記の偉大に応える形で、日本で初めて天原術を本格的に理解して扱った。 古今三方記を1671年に着し、その中に、天元術では解けない問題を残した。その問題を解くために、関高数は、天元術を発展させた。筆算表記法の防処法によって、多変数の方程式を表した。その際、連立方程式の変数を消去する必要があるが、関は消去の一般論を重視して、 集結式の理論を完成させた。さらに、それを解く点算術を編み出し、和算を大いに進展させた。四つ元術とは異なる形で、独創的な文字係数の扱いを確立した。点源の位置を立てて、仮に求める値とする大の条件によって、加減上場を施して、基地数と等しい式を作り、それと基地数とを相手することで開け方式を得る。 それを開け方して答えを得る。相性とは等しい数を原じて例の値を得ることで、西洋数学の統合で結ぶこと、また、等式の右辺を例にすることにあたる。例として、今長方形がある。その長方形の面積は15で、長辺と短辺の和が8であるとき、長辺と短辺の長さはそれぞれいくらかという問題を、点元術で解こう。 求める数を長辺とし、まず、点源の位置を立てて、長辺とすといって、そろばんの未球を空とし、方球に、係数1の三義を敷く。すなわち 0x の式である。次に、長短辺の和8より長辺を減じ、短辺とすると言って、未球に8の三義を、方球にマイナス1の三義を敷く。これが8、x イコール短辺を意味する。この式を長辺と、 愛情じて、積とする。X がかかって次数が1上がるので、方級に8を連に、連級にマイナス1を敷く。つまり0プラス 8XX X にイコール積である。これを左に宿りキスと言って、ひとまずこの式を置いておく。この式が、積に等しいので、積15列しこれを左に宿りキスと、アイケスと言い、左に寄せた式より、積15引き。 長辺 X を得る、解放式を得る。すなわち、方程式マイナス15プラス 8XX に、イコール A である。これに増上解放法を適用して、小に、長辺の値5を得る。また、長辺短辺の和8よりこれを引いて、短辺3を得る。ありがとうございます。